基本的には徳と道理があって権威があって権力があると、うん、それからその下に自由な国民がいるというこの構造は今でも変わらないわけですよね。基本的なこの民主政治の形を作ったのが実は鎌倉幕府からですと、そういうことを我々は学ぶべきでですね。北条泰時の時代に文民とか道理とかですね、合議、はい、この元寇の時の最大の危機をですね乗り切ったのがこの北条時宗という人なんですね、はい、その様子をですね当時の日本が挙国一致の対応をしたとかですね、うん、李朝の朝鮮とどう違ってたのかとか、それからそこでの一生懸命の扱い方、このあたりを少し見ておきたいと思います。まずですね元寇の時に際立って見えるのがですねこの挙国一致の決断をしているということなんですね。蒙古からの最後通帳で通行しないならば兵を用いることもあり得ると思う、あからさまな脅しですよね。幕府執権の北条時宗ですね、まずは18歳ですねこの時ね、書状にですね日本に対して出した書状なのにね大蒙古国皇帝将立てますると自分の方を大きく上に書いてるんですね、うん、その下に日本国王と書いてあってね、これはね人に対する礼儀から外れたもんだと、これは無礼なということで怒ったんですね、うん、この辺が非常に立派なところですけども、当時の関白はですね近衛元平という人なんですね、うん、この人も23歳ですから若いですよ ね、当時のね朝廷の中には宋と貿易をしてて結構儲けてた人もいるんですよ。だから形式だけならね祖国になってもね、うん、巧みに交易して利益上げればいいんじゃないかと、ここで戦争なんかするよりもね、そういうね大物の貴族がいたらしいんですよね。それをね23歳のね関白がですね抑えてですね、こんな無礼なものにはね回答しないということで、執権北条時宗と関白が見事にこう一致した対応を取ったわけですね、うん、じゃあこの属国になった高麗はどんな状況だったのかということをちょっと見ておきますね、はい、まずですね高麗の侵略っていうのは1231年から73年まで40年以上も続いてですね、これは1254年ですね、蒙古の兵の捕らうるところの男女およそ206,804人、殺戮されし者を挙げて計るべからず、減るところの州都は皆歪人となると。だから蒙古兵が来てですねたくさんの人を殺して捕虜として連れてった人だけで206,000人と、通った後はもうみんな焼け野原になっちゃったと、こういう様だったんですね。よくこんだけ戦ったとは言えるんですけども、王宮内はですね激論の末、高麗王の高宗という人がですね57年に降伏を決意しましたと。ところがですね一部三別省というね王の私兵組織があったんですけども、蒙古への服属に反対してですね、その王様の言うことを聞かずに高架島というね小さな島があるんですけども、そこに立てこもって自ら王を立ててね独立を画策したと。元としてはですねこれを鎮圧するという建前で蒙古は大軍を送り込んで、その領職はお前たち出せということで、高麗人民は途端の苦しみを得たという、こういう状況になってるわけですね。殺戮と破壊と搾取ですね、こういうことがもう徹底して行われたわけですね。こんな中でですね日本ともう一つ違うのはね、裏切り者が非常に多かったんですよ。これは井上靖の封筒という小説の中で、ね、出てくる言葉ですけどね、蒙古に寄付し蒙古について蒙古の朝廷に仕えている高麗人は決して少なくなく、彼らは僕との関係において多かれ少なかれ母国にあだなす役割、母国を害するような役割を占めるのが常であったと。いくつも例があるんですけどね、例えば幸福元という人ね、蒙古が最初に高麗に入ってきた時に一番最初に戦って降伏した人なんですよね。降伏したらですね今度は自ら蒙古軍の先鋒となって、その後母国への侵略に加担してたと。これがね、まあ、蒙古のやり方でもあるんですよね。降伏したらそれをうまく使って戦わせると。それから高砂丘という人がいてですね、幸福元の孫なんですけどね、10代の時から現皇帝代理として高麗王に命令してですね、10代の時に来て自分とこの王様に対してですね、皇帝はこういうふうに言われてるんだということで命令するんですね、うん、後にこの日本遠征軍指揮官の一人となった人です。それから最短というのは高麗北部の首長を、自分のボスを殺してですね60条を蒙古皇帝に寄進しますと。寄進したらお前よくやったっつんで、その領主に任じられると。それから張威という人はですね、蒙古皇帝にね、いやまだこの先に日本がありますから、そこをやったらどうですかということで進言したんですね、うん、高麗の兵たちはこれで徴兵されて農民は軍夫として使われちゃうでしょ。だから王宮はね、呪詛と怒りの言葉が発せられてと、うん、この張威はね皇帝からしてみたらね、お前いいこと言うなということで得点を稼いだと思うんですけどね、うん、こういうふうにですね母国を裏切る高麗人たちがたくさんいて、そういう中で高麗っていうのは大変な苦労をしてったっていうわけなんですね、うん、日本もですねもしね現に征服されたらこんなような形になったかもしれませんけどね、うん、でこんな中でもですね中心がいましてね、金方慶というんですけどね、元の支配で苦しんでいた高麗を必死に助けようとした中心としてですね、今でも非常に韓国内では高く評価されている
ある人物です。三別抄もいつまでも戦ってるとですね大変なことになるから、どうぞ高麗王に説得してくださいというふうに頼んでるんですね。もうこれ以上同族が血を持って争うことは避けたかったし、彼らがずっと頑張って戦ってると再び蒙古の兵がね介入してくると、そうなる前にそのこの問題だけは是が非でも解決してしまいたかったと。それからただしそんな人もですねまた裏切り者がいるわけですね。武国というのはね非常に朝鮮ではよくある例なんですけど、わざと嘘をついて上の人を訴えるんですね。何を信じていいか分かりませんねこの元の部下がですね金宝家というのは謀反を企んでますよというふうに、この工作機をね先ほどの現皇帝の代理人として来てる人に訴えてですね、工作機が真冬の雪混じりの雨の中裸で戸外に立たされて首を鉄柵で縛られ鞭打たれたと。ここで謀反を認めさせればそれを理由にしてですね元軍がこう朝鮮に駐留できるということで、まあ、こういうことをやったんですね。この武国そのものもこの工作機の計り事だったのかもしれませんけどね。その中でも金宝家はですね謀反を絶対認めなかったと。そんなことしたら母国が大変なことになるということですね。で島流しになったと。後でですね非常に有能な武将だったんでまた返り咲いてですね日本遠征の高麗軍の司令官となったと、こういう人もいたわけですね。こういう中でですねついに第一次侵攻文永の役っていうのが起こります。1266年ですね。この時に最初の使節が到来して以後6年間でですね6回の使節が訪問してですね、この間時宗はですね防衛体制を着々と固めたと。1274年に文永の役っていうのが起こりましたですね。 3,4 万の軍勢が軍船700から900艘に乗って対馬とか壱岐に侵攻してきましたと。この時の絵がですね、この絵ですね、対馬に上陸した敵兵は男と見れば惨殺し、婦女は捕らえて手に穴を開け、これに縄を通して船べりに結びつけてぶら下げる等の残虐さを繰り返したと。なぜこんなことをするかというと、女子供をですね船べりにこう吊るしとくでしょ。そしたらね日本が守ろうと思ってねこの弓矢なんて仕掛けると女性たちに当たっちゃうでしょ。当たっちゃう、うん、だからねこれ人質なんですよ。いやすごいことやってるでしょ。残酷ですね。絵のね真ん中にあるところがですね拡大するとこうなんですけどね、その赤ん坊を抱いた女性に手のひらに穴を開けてますよね、うん、こういうことが繰り返されたということなんですね。10月の20日に博多湾に上陸しましたと。全然戦ったことのないね元の集団戦法に日本軍は苦戦したんですけども、元は一晩で撤退したと。というのは九州中の武士がね次から次へとこう来るわけですよね。そうするとねこの疲弊した兵士を用いて日増しに増える敵軍と相対させるのは完璧な策とは言えない、撤退すべきだと、これで1日で諦めて帰っちゃうわけですね、これも九州全土からどんどん武士が集まってくるからこそこういうふうにねこれはもうちょっとかなわないなということで退けたわけですね。でこの時に鎌倉武士がですね一生懸命の戦いをしたと、でその一つの例がですね熊本の御家人竹崎末永という有名な人がいましたね。この一所の荒子土地の安田ところの武士だと、そこをですね一生懸命に守ってたという人なんですね、ここで目立った働きをすればですねたとえ自分は戦死しても恩賞として妻子子孫に所領がもらえると。あということで兄弟郎と5人で駆けつけたというわけですね、こういう人がねたくさんいたわけです。兜の後ろに赤い布をつけてね我こそは末永だというふうにちゃんと見えるようにしてですね、先駆けの功名をですね元の大軍に出してわーっとこう5人で突っ込んでいくわけですね。移動中の元軍の大軍に切り込んでですね馬上から太刀や薙刀を振り回して敵を次々と投げ倒したと、元軍もですねよく見たら5人しかいないと。取り囲んで矢を追いかけてきてですねこの末永も腕や肩に矢を浴びて馬から転げ落ちたと。もうやられる寸前まで行ったんですけども、後続する味方の一隊がですねそれものとも味方を撃たすなと駆けつけて、早いところで救い出されると、この末永というのが面白いのはですね、この後まあ戦後でいろんな人に恩賞が配られるんですけども、実はこの人は恩賞から漏れてたんですね。あそんなに頑張ったのにそれでねはるばる鎌倉まで、ね、行ってね幕に直訴したって言うんですよね。時宗はこれを聞いてですね、このような一生懸命の武士こそ頼りになるんだと、改めて調べてですねちゃんと確かに手柄あったということで、肥後国のですね海東郷というところを与えたと。この辺がまた鎌倉幕府のね道理に基づいてちゃんとやるというところですね。ちゃんと聞いてあげるところもね、そうですね、素晴らしいですね、はい、亀山上皇という方もですね大変な祈りを捧げましてね、また京都の石清水八幡宮で徹夜の戦勝祈願をして、恩義を持って国難に変わろうと、国難を救っていただけるんだったら私はどうなってもいいんだと、そういうですねご神筆だから自分で書かれた願文を願いの文を伊勢の神宮に奉納したというんですね、この時のお歌がですねありますね。角国の何はの足の世の中をのどかにと思う我が心かな、
だいたいその当時海外に出るのはこの何輪の津から出ましたんでね、だから何輪の足の世の中というのは海の外がのどかにと思う、そういう私は思ってるんだと。それと世のために身を場を惜しまぬ心とも荒ぶる神や照らしミユラム、これは2つの説があって、ミルラムとミユラムというのがありますけども、世の中にね身を惜しまない心を荒ぶる神も照らして見ていらっしゃるだろうと、こういう歌を読まれているわけですね。でこういうのがやっぱり世の人々にこう伝わりますからね、上皇様もね本当に国の安らかなところを願われているんだと。亀山上皇のですね御神筆、これが箱崎宮のですねここに額としてかかってるんですね。敵国降伏、これはね敵国を降伏させろということじゃないんですよ。敵国が我々の徳の力によって荒海じゃないようになってほしいと、平和であるようにそういうことですね、という思いがあられるのかなと。第二次侵攻が公安の役2回目ですね、はい、でこの時までにですね幕府は異国警護番役ということで九州の武将たちに警護をさせるわけですね、うん、それから石塁といいましてね、こういう石塁をですね石の壁を十数キロにわたって築いた。またですねやられてるばっかりじゃなくてね、奴らが来たら海上での逆襲のためにですね艦船を作ってということで防備を固めてたんですね。この辺りで元の施設が2回来ましたけども、もう当然言うことを聞くような状態じゃないわけですよね、うん、この辺りもね幕府だけじゃなくて幕府に属さない侍たちもこういうところを一生懸命やってるわけですよね。だからやっぱりこの時に幕府の権力が相当程度受け入れられて、日本国は幕府の下で戦うんだということが人々の常識になってたんですね。こういう鎌倉幕府がこの時にあったっていうことは日本にとって非常に幸運なんですよね。高麗みたいな形になってたら、まあね、とても大変な形になってたんですよね。この公安の駅がですね元と高麗の軍、それから中国の方はもう滅びちゃって、そこから江南軍っていうのがですね来て、合計50数万人がですね4400隻で来襲したって言うんですね。もうこの当時の世界最大の海軍です。これもね神風でなんかやられて日本はラッキーだったというふうによく言われるんですけども、そうじゃなくてですね、日本軍のこういう石塁とかねこういう防備で2ヶ月近くも元軍が上陸できなかったんですよ。あの辺をこうさまよってる間に台風に襲われて壊滅してしまったということなんですよね、うん、その後も第三次侵攻を狙ってたんですけども、九州の武士たちはね長期間警護を続けて隙を見せなかったと。日本の防衛状況なんかもちゃんとスパイをしてるでしょうからね。こういうことで本当に武士たちの一生懸命ですね、うん、この石塁構築とか長期の警護、こういうのはですね恩賞がくれない可能性も十分あるわけですよね、はい、敵の領地を取れるわけじゃないですからね、うん、それでもちゃんと幕府の命令通り一生懸命やったということは、みんなでこの国を守ろうというね、そういう気持ちが十分にあったということなんですね、うん、そういう意味でその元寇を防げた理由としてはですね、まずは国内の一致結束ということですね、はい、で朝廷と幕府非御家人もたくさんいましたから、一致結束でですね、その中で裏切りもナイフもなかったっていうのは大きな点なんですね、うん、例えば高麗は裏切りとかナイフばかりやってましたけど、福岡の近辺はね石塁がずっと築いてあるから難しいですよと、誰かが裏切ってですねいっそのことねもっと山陰の方に行ったらどうですかと、そしたらそっちから上陸しちゃったかもしれませんよね。そうですよね、そういう人が全然出なかったと、これが勝った理由の一つなんですよね、うん、この一致結束ね。それからやっぱり武士たちの一生懸命ということですね、うん、石塁などの防御施設構築とか、来週前から第二次侵攻のね数十年後まで異国警護というのを続けてたんですよね。それを見て元はですね日本の守りが固いっていうんで、第三次侵攻をずっと計画してたんですけども、もう無理だと諦めたんですね。その国家体制と一生懸命との関係があって、高麗ではね例えばある人が自分の所領を守りたいと、そうするとね自分の国を裏切ってもね元の方についたらね守れるなという、うんうん、そういう一生懸命もあるわけですよ。そうですね、それが続出するとその国がもう負けちゃうわけですけどね、うん、日本の方ではですね国を守ることで自分の土地の一生懸命ができるんだと、それをみんなが疑わなかったっていうことですよね、うん、これまでにちゃんとまとまっててよかったですよね。そうなんです、はい、そういう意味ではですねやっぱり徳と道理の政治がですね、みんなで国を守ればそれで我々の一生懸命につながるんだと、うん、逆に自分の土地を守ろうとしたら国を守らないといけないんだと、うん、そういう信頼関係があったわけですよね。これがやっぱり元寇を防いだ理由だというふうに思うわけですよね。そういう意味でですねこの鎌倉幕府が成し遂げたものは、徳と道理の下で朝廷が権威を持ってですね国民に対して言うことを納得させる力を持っていると、それを受けて幕府が権力を握って振るうと、その権力によって一生懸命の民に対してですね安堵とか不眠をしますよと、うん、で税金は取りますよと、こういうことをやってたわけですね。ところが例えば元の体制ですとね、皇帝が
私利私欲を持ってるわけですよね、はい、権力を持ってて言うことを聞かせる力、権威なんかないわけですよね、うん、どうせ中国は数百年後に王朝が変わってきますからね、権力しかないと、それは私欲で動いてたらね、権威なんかつくわけがないわけですよね。これによって民をですね弾圧したり搾取したりすると、そういう意味じゃ民がですね、日本の場合は自分の土地を持ってそこを守ろうということで一生懸命の民なんですけどね、中国とか朝鮮の民というのは隷従する民なんですよね。ここはですね、その統治の形態が全然違っててね、日本の場合は知らすと言いますけども、朝廷が民の幸せを祈る、民の状態をよく知って幸せな生活ができるように祈るというのを知らす統治というのがあって、これが神武天皇のもっと前から続いてきた伝統があるわけですけどね。これに対して中国とかは皇帝政治で牛白政治、牛白というのは領有の領ですね、うん、だからもう民も土地も自分の財産だという気持ちで、まさに独裁、独裁で権力を振ると、うん、こういう歴史が長く続いたわけですよね。これがですね、実は現代もこの形でそのまま続いてましたよね。これが今ではですね、民主政治ということで一応元首がいますと、日本で言えば皇室ですよね、はい、皇室が徳と道理を持っていて権威を持ってますよと、うん、でその天皇が内閣総理大臣を任命するんですよね、はいはい、これは形式的な任命ですけども、それで政府が権力を振るうと、その政府が権力によって自由な国民に対して一応法治を敷いたり人権を守ったりしますよと、それから逆に自由な国民から税金をもらったり選挙で票を取ったりしますよと、これが今の形ですけども、基本的にはその徳と道理があって権威があって権力があると、うん、それからその下に自由な国民がいるという、この構造は今でも変わらないわけですよね。独裁政治の方は独裁者がいてですね、私欲を持って言うことを聞かせる、民は統制されてですね、一種の奴隷のような形で暮らしているということでですね、冒頭で民主政治と独裁政治のね大きな違いを述べましたけども、はいはい、基本的なこの民主政治の形を作ったのが実は鎌倉幕府からですと、そういうことを我々は学ぶべきでですね、これをしっかり収めればですね、やっぱり物事には権威と権力があって、権力って言うとね、すぐなんか悪いものってイメージ持ってるでしょ、うん、なんとなくそうですね。でもね、ちゃんと悪いやつがのさばらないようにしようとかね、弱くて正しい人が損をしないようにしようっていうのは、ちゃんと権力を振るう必要があるわけですよね。法律を守らせようとかね、うん、ですから権力は正しく使えば大事なもんなんです。権力を支えるのが権威があって、その権威というのは徳と道理があるからこそ出てくるとということでですね、政府の権力の背後にはやっぱり徳と道理がないといけないと、こういうことをしっかり理解した上で、権力は悪だとかね、デマゴーグに騙されないようにしないといけないと。ここまで伺ってきて、そうするとやっぱり時宗はなんか何もしなかったみたいに教科書に書いてありましたけど、やっぱりちょっと違うのかなって思ったんですけど、うん、こういう構造がちゃんとできたからこそ、時宗が国内の武士たちを全部一緒に力を合わせてですね、それで戦ったと、ね、いわゆる備えることができたということですよね。そういうことです。はい、改めてなんでそうなっちゃうのかな備えるってこともすごく重要ですよね。そうですね。そうです。だけどそこは無視されちゃうのはちょっと、あんまりそういう軍備とかね、はい、国民統合とかね、正しい権力とかね、そういうことをからせないようにしているでしょうね。先生すみません、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いかがでしたか。良いと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価ぜひともお願いいたします。